在午前4時半アジング成立してアジングはできるのでしょうか。お楽しみに。雨もやみいい感じにはなってきたのですが風が強い。よっしゃ来た来ましたよっと、でっけーキス。よっしゃ目バル、本当は目バル2匹目なんですけど1匹目映ってなかったんでね。おっしゃお、なんだ？疲れた。おっしゃアジング成立。豆かよ。今日も豆です。
ジかよ。いや、あー、くそ。メバルかい、メバルちゃんリリース。これか、よっしゃ。止まった。止まった。おはようございます。現在午前4時半。うるさいですね。どこにいますかって言ったら、堤防にいますって言ったら、おお、わかったー。こちらに向かっております。ご機嫌な声色でございました。アングラー一人、あれは何釣りですか？わお、かっこいい。アジとか釣れますか？
うん、アジあんまり聞かない。あ、そうですか。さあ、マイケル氏は釣れたのでしょうか。ホテルの前の堤防でやってみたいと思います。行くぞ。おう、一しよう、うん、はい、ほら、はっぱ、じゃあ、推定這わせるとか。あれ食われてた、食われてた、食われてた、食われてた。おーまあ、もうすぐ5種目だったらしいですよ。マアジ、青アジ、メバル、キス。すごい、キス釣ったの。すんごいでかかった。でかいの？どのくらいの大きさ？肘届きあったんじゃないかな。30はなかったな、25ぐらいかな。そんな大きいの？キスって大きくなるの？うん、どうですか、お母さん。ゴミばかり。ゴミばかり？なんか釣れるといいね。どうやって、なんかおるよ。なんかいそうだよね。うん、なんかおる。私、フグしか当たんなかったけど、もう当たった。うん、ゴミでも当たればいいじゃん。私ゴミしか当たらないのよ。いや当たってるよきっと。Understand the reasons it happened. I don't think I ever really will. Through the noise of this life or the silence of your absence, moments I can hear you whisper still. You are not alone in this world. You are not alone.You are not alone in this world. よっしゃ、来た、来ましたって。豆かよ。In my brain.